皆さんこんにちは。私は台湾出身のマオです。 YouTube チャンネルマオマオ TV をやっています。日本のことについて海外に発信しています。 MC の堀井陸です。はい、ガールズバンドシュグレスでドラマをやっています広瀬千尋です。今日はですね、ベレー帽かぶることはあるでしょうか。私あんまり帽子かぶんない。かぶんない。あ、でも英語です。かぶんない。え、僕結構ベレー帽かぶるんですけど。そうなんです。ちょなんかそんな引いた目で見ても見えないよ。違う。まあベレー帽かぶるじゃないですか。で、男の子だったらベレー帽かぶって、そっか、ちょっとはセットするんですけど、女の子ってどうする？三つ編みとかしてる人はよく見ますね。うん、あ、そういうの聞きたくないです。あ、そういうの大丈夫ですね。どうしますか？あ、かぶったらもう1日取れないから、はい、あ、使ってない。かぶった時にもヘアアレンジがあるみたいなんで、今日はベレーポックさんに来てるので、学生さんにそちらの方法を教えていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それでは今日はこちらの学生さんに来ていただいたということで、お名前は？あ、アリサです。もう明るくしてくださいアリサです。みたいな。はい、ということでお名前お願いします。アリサです。寝起きですよね。今日はどんなヘアアレンジをしてくれるんですか？最初にコテでヘルク巻いていって、うん、くるりんぱを使ってベレー帽に似合うような。お、わかりました。ベレー帽脱いでも似合うような感じですか？あ、そうです。あ、じゃあ一日もう取っても外してもどっちでもいいような。全然大丈夫。あ、じゃあ真央さんにぴったりじゃないですか。そうですね。はい、お願いします。広瀬はどんな帽子だったら被る？ベレー帽は被んないとして夏とかに、うん、T シャツとかラフな格好した時とかにキャップかぶったり。あ、麦わら帽子とかは？麦わら帽子は被ったことないかも。ビーゴーの、1工程目が終わったということで、2工程目は何するんですかね？2工程目は、この髪の毛を片側にまとめて、うん、くるりんぱを3回ぐらい。3回？くるりんぱって1回するもんじゃないの？ベレー帽に似合う感じでやります。くるりんぱぱぱ。真央さんは普通のヘアアレンジはどんなやつするんですか、普段は？しないです。はい、今日の企画終わりでございます。え、アイロンとかで巻いてるもしないんですか？できないんですよ。しないじゃなくて難しくて。自分でやると結構難しい。そう、アイロンやったらやけどになるんじゃないですか。あ、確かにね。できなかったら。え、じゃあ普段はじゃあ、あのお風呂入って、うん、そっからドライヤーして、それで Go to home、 Go to home じゃない、 Go to in the go。 あー、やー、やー。自分でなんかもし好きなリボンとかがあったら一緒につけてあげるとさらに可愛く。そのリボン可愛くなんの？ひもやんだって。クリスマスっぽい感じで。スス、はい、ということで完成したということで呼んでみたいと思います。それでは、はい、マオさん。はい、どうでしょうか？似合ってますね。本当めっちゃ嬉しいです。かわいい。普段は全然帽子かぶってないんですから、うん、すごいなんか見たことない自分が今日、うん、見てびっくり。見たら別にいるみたいな。そうそう、それはないと思う。帽子だけでこんな変わるんだ、めっちゃ思いますね。今後じゃあ自分で頑張って巻いていこうっていうのは。
そう、ちょっと頑張ってみたいと思います。そうだね、ベレー帽で似合うこういうハレンジ以外にも多分いろんなものがあると思うので、皆さんもぜひぜひ参考にしてみてください。それでは、バイバーイ。バイバーイ。ビゴー YouTube。 はい、参考室の堀井陸です。はい、ガールズバンドシュガレスでドラムを担当しています、ハロー、大家好、こんにちは、私はマオです。台湾出身の YouTuber です。今チャンネルマモ TV をやっています。はい、それでは今日はですね WCU に来てるんですが、オルチャンコーデって知ってますか？オルチャンコーデ、ピンクのもうとりあえず可愛いコーデです。可愛い、可愛いコーデ、まあ、2人に組んでもらってそれを僕が勝敗決めるという感じの企画をしていきたいと思います。それでは行きましょう。どうしよう、ほんまよ、ほんとに、まあ、分かんないですよ、オルチャンで。そうだ、店員さんが最近日本で流行ってるオルチャンファッションがあるらしくて、はい、で、どんな感じがオルチャンですか？辺とかが結構この辺とか、はい、なんかロングタッチなんですけど、ええ、なんか中にニットとか入れていただいて、はい、でなんかベルトとかで締めていただいて、ああ、で、この辺とかもなんかブラウスとか可愛いかな。どうしよう。OK、ありがとうございます。あ、頑張ります。なんかでもオルちゃんって結構オーバーサイズなイメージ。なんか。全部がピンクすぎても甘すぎかな。粉っぽくしたいな。可愛い。可愛い、これ尻尾ついてる。こっちウサギ。可愛い、これ。はい、選びました。まあ、とりあえずピンクを取ったんです。楽しみしてください。はい、選んできました。着替えてきます。はい、ということで、マオさんが着替えてきたということで見てみましょう。どうぞ。はい、着替えてきました。K-POP アイドルっぽいですね。やっぱりオルチャンやったらキボになっちゃうんですよ ね、 なっちゃうね。しかもピンクのやつもちゃんと差し色で入れてまして、いい感じです。いい感じ、いい感じ。めっちゃ緊張しました。まあ、あの勝ち負けはどっちかわかんないですけど、なんか選んだポイントとかはどんな感じ？オルチャンあんまりわからないので、うん、とりあえずピンクを取りました。あ、はい、まあ、とりあえずピンクね。はい、え、他にはなんかもうこれ選んだ理由とか、あの店員さんがおすすめしてくれました。正直すぎますね。じゃあ次は広瀬を見ていきたいと思います。はい、ということで広瀬も着替えが終わったということで、どうぞ。あら、はい、いつもと違う感じじゃないですか。あんまりしないです。あんまりしない感じの。でもなんかピンクってことだったんですけど、うん、あんまピンクピンクしないです。はいはい、ちょっとハリーみたいなって思ったで、こう黒のボーダーと黒いカバンで、でも萌え袖もブリブリしてるんじゃないですか。そう、だから形でちょっと女子っぽさを出そうかなと思って、うん、ちょっとオーバーサイズのドリボンです。かわいいですね。他はちょっとこのインの仕方なんですけど、はい、これ全部入れちゃうとオーバーサイズなんでモコモコしちゃう、うん、だから後ろだけ出してギュッとしてます。わかりました。じゃあもう勝敗決まったので判定いってみましょう。全く違うコーデやな、二人とも。私パンクスタイル、パンクスタイル、スカートと、もう差し色に使ってるのが結構ちょっと、こう見たらちょっと大きく使ってるよね、ピンクを。ピンクが多めです。多めに使ってますね。もうバッグと一緒でーす。でもね、どっちも可愛いんですけど、勝敗を決めなきゃダメということで、手を出してください。めっちゃ可愛い。では、オルちゃんコーデ勝者は。あ、私のコーデ見終わってすぐもう決まりましたって言うから。本当に。そうですね。めっちゃ嬉しい。ちょっと韓国っぽさが出てたんで、ありそうかなっていう、日本でもジャパンにもありそうかなということで、まあ今回もヒロちゃん負けてます。そう、前回も負けてしまった。結構ね、もう韓国っぽいと TT なんで、TT っぽかったんで。Thank you.
まさに聞かせていただきました。ということで超嬉しいです。最後勝者のコメントを。負ける準備を持ってこの試合を参加したんですけど、負ける気でやったの。ほんまにこんなの起きないんですよ。でピンクやし、ピンクも持ってないからめっちゃ緊張しました。ずっとドキドキしててもよかったです。これからも冬のスタイルもいいなと思いました。WC に来ればぜひこんなピンクのねオーディションコードもできるので皆さんぜひ来てください。それでは、はい。In the merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone. Cause I'm merry-go-round, even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone. In the merry-go-round.